じゃあまあとりあえず5月9日よろしくお願いします。いやいやいや、私たちはもうあの見る段階ではあ面白いどこの家っていう、ね、もう完全に視聴者の目線で、ね、うん、私の知らない世界もいっぱい出てくるわけなんで、うん、あそうなんだっていう、うん、じゃあお母さんはこう自分の大家族石田さんちを放送を見るときも それは割と冷静でいられるっていうか、あ来たねうちとかなるほど、で思って見られるけど、だから、ね、じゃあ客観的にじゃあ割と冷静に自分の家のことって、だってあそこだけで来てるわけじゃないから、だけどこの前もねマイクに言ったんだけど、はい、テレビボーッと見て誰だったかな言ったのが、おもてなしっていうのは、はい、表がない裏なんだよって、表なんて本当にあっという間に終わっちゃうけど、裏をどれだけちゃんとあの段階を踏んで蓄積して出てったかって、はいはいはい、あなるほど、表なしは表がない、表がないっていうのは本当にそうだと思う。あそこに出てる映像で出てるのはもうあのほんの一部で、その裏っていうのはどんなだっていう、うん、それを想像私ができるわけですよだから変なんだけど本当にね、はい、イコールではないの分かってるの、何事もイコールじゃないのね、うんうん、子育てとかそれから今あの介護してて介護っていうのも全部イコールじゃないんですよ、はい、だけどやっぱりね世の中そんなに甘くねえんだよってのも知ってるんで怖い。これ僕らも取材始めてもう20年、来年ではもう20年になります。もうほぼ20年今経ちましたけど、あっという間でした。このお母さんの子育ての20年も過ぎればね、うん、大変でしたよ。